皆さんこんにちは、ビューティフルカーズ洗車チャンネルのスタッフももかです。今回はこちらのコイン洗車場で水道水で洗車してもシミにならない雨の日の洗車についてお送りしていきます。この動画を最後まで見ていただきますと、コイン洗車場での洗車のコツと雨の日に洗車するとシミにならない理由についてお分かりいただくことができます。ぜひ最後までご覧ください。新車納車時から1ヶ月洗車できておらず、汚れが固着している状態になってしまっておりましたが、雨で汚れがふやけ、汚れが取れやすく、洗車の時に塗装に負担をかけることなく洗車できる状態です。使うものをご紹介します。シャンプー用の15リットルくらいのバケツと、ビューティフルカーズのオンラインショップで販売している弱酸性カーシャンプーと、洗車用のスポンジ、クロスカット加工がされており、滑りの良い洗車が可能になります。こちらは水気を拭き取る際に使用する縁なしのマイクロファイバークロスです。これらを使って洗車していきます。ビューティフルカーズの弱酸性カーシャンプーをバケツに入れてシャンプー液を作っていきます。こちらのカーシャンプーは100倍から400倍に希釈して使えます。200倍を基本として薄いとあっさり、濃いと濃厚な泡になります。今回は汚れがひどかったので3周入れて泡立てました。お好みでお使いいただければ大丈夫です。バケツに水を勢いよく入れて泡立てていきます。ビューティフルカーズのカーシャンプーは泡立ちが良く、泡切れが良く、泡持ちもとても良いので、傷つけにくい洗車をサポートしてくれます。ずっと勢いよく入れ続けてしまうと泡だらけになってしまうので、泡と水を3対7程度の割合にしてご利用ください。このようにバケツの縁に沿わせて水を入れるとシャンプー液の割合の方が多くなっていきます。シャンプーを作った後に予洗いを始めていきます。高圧洗浄機は上から下に向かって一定の方向にかけていきます。むやみやたらに動かしてしまいますと、汚れがいろんな場所に行ってしまってしっかり流すことができないので、かけるときはこのように一方向にかけるように気をつけてください。コイン洗車場の場合は水をかけられる時間が決まっておりますので、各パネルを流しながら残り時間がどのくらい残っているか確認して、しっかりすべてのパネルが流しきるように時間配分を考えながら高圧洗浄機をかけてください。高圧洗浄機から出ているホースがボディに当たってしまわないように、このように体の影にかけたり、ぶつからないように手で押さえたりなどしながら高圧洗浄機をかけてください。車の汚れのお悩みで多いのはウォータースポット、水染みのお悩みが多いと思うんですが、雨の日に洗車すると水道水が乾くことがないので、水染みの心配がなく洗車することができます。水染みの原因は水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムといったミネラル分が乾くことによってシミになってしまうことが水染みの原因です。雨は乾いてしまったとしても水道水と違い落ちないようなシミになりにくいです。雨は蒸発した水が降ってくるものなので、水道水と違いシミになりにくいということです。コイン洗車場でしか洗車できない方や、ご自宅で水道水で洗車されている方で乾く心配があったり、水染みを防ぎたいという方に雨の日の洗車がおすすめです。特に土砂降りの日がおすすめです。雨が弱いと空気中に漂っているホコリだとかがそのままボディに残って乾いてしまうと、その汚れがボディに残ってシミになってしまうので、土砂降りの日のようにたくさん雨が降っている時が洗車のタイミングとしておすすめです。よく洗車方法を調べると、日中の暑い時には洗わず朝や夕方の涼しい時間帯や曇りの日に洗うだとか、水を乾かさないように乾く前に拭き取るという説明があると思いますが、そもそも雨の日に洗車をすると絶対に水道水が乾くことがないので、雨の日の洗車がおすすめです。すすぎが終わった後はシャンプー洗車をしていきます。洗う順番は左のルーフの上から洗っていきます。上半分を洗った後に下半分を洗っていくという順番で進めていきます。シャンプー洗車をしている時に雨が止んでしまったり弱くなってしまうと乾く危険性があるので、雨の日とはいえどもシャンプー洗車も急いで進めていきます。水道水で洗車していると乾かさないために気をつけるべきポイントがたくさんあったり、このように雨の日に洗車したりなど対策が必要になるんですけれども、
より楽に簡単にシミの心配なく洗車するためにビューティフルカーズでは純水器を販売しております。水道水に含まれるミネラル分を純水器を通すことによって除去してくれるので、乾くことによるシミの心配なく楽に簡単に洗車をすることができます。ボンネットを洗っているんですけれども、スポンジの動かし方はこのように弧を描かないように一筆書きでまっすぐ動かしていきます。力もほとんどかけずに優しく洗っていきます。汚れがかなりついていたのでスポンジにこのように汚れがついたんですけれども、バケツの中でしっかりともみ洗いをして洗車を進めていきます。ビューティフルカーズの洗車用のスポンジは表面にクロスカット加工がなされていて、洗車をしているときに砂や汚れをそのクロスカットの中で取り込んでくれることによって傷つき防止の対策がされています。ボディの上半分を一周して洗い終わった後にこのように下半分の洗車に移っていきます。一番最後に砂や泥の汚れが一番ついているリアバンパーの部分を洗ってシャンプー洗車は終了です。最後に洋洗いの時と同様に上から下に順番に高圧洗浄機をかけて泡をしっかりと流していきます。パネルの隙間やパーツとパーツの間などを特に意識して泡が残らないように一方向に流していきます。雨の日ではない時に水道水で洗車する時はこの高圧洗浄機をかける段階をシャンプー洗車の途中にも挟むことによって乾くことを防止します。すすぎが終わったらマイクロファイバークロスで残った水滴を取っていきます。土砂降りだとこのまますすぎまで行えば洗車終了で大丈夫なんですけれども、この時は雨足が弱くなってきたために水気を取っています。雨の日に洗車する時は何時まで雨が降っているかも確認しながら洗車すると途中で乾いてしまう心配がありません。隙間の部分はこの後走っていくと雨の水と水道水が入れ替わっていくので心配ありません。ボディの花弁とホイールハウスの中なども同様です。最後の段階で雨がこのようにポツポツ降りだったりだとか雨が止んだりとかした場合にコーティング剤まで塗りたいなという場合なんですけれども、このように水気を取った後に片絞りしたマイクロファイバークロスでコーティング剤を塗っていきます。乾いた状態で施工するコーティング剤の場合は雨の日に施工することができないんですけれども、ビューティフルカーズのオンラインショップで販売しているイージーグロスコートナノというコーティング剤は洗車の後に水分を拭き上げる際にマイクロファイバークロスにプッシュして拭き上げながらコーティングをしていくコーティング剤です。そのためこういった雨の日で雨が弱くなってきたり雨が上がった後に拭く場合はご使用いただけます。その時雨がどのくらい降っているかなどその時の状況に応じてコーティング剤の量を調節して塗っていってください。塗りすぎるとムラになってしまったり逆に水分が多すぎると薄くなりすぎてしまいます。これで洗車の工程がすべて終了いたしました。洗い上がりはこのような状態となっております。1ヶ月洗車できずに汚れが固着してしまっていたんですが、雨で汚れがふやけていたのでシャンプー洗車でスルスルと汚れが落ちて塗装面に負担をかけることなく洗うことができました。トランクの部分、リアの部分もかなり泥汚れがついてしまっていたんですけれども、このようにシャンプー洗車だけできれいに洗い上げることができました。はい、ちょっと晴れてですね、塗装面が乾きましたので今ちょっと見てみてるんですけれども、全然この西日に当ててもですねシミになってないですね。すごい綺麗です。ここもこのピアノブラックの部分も水染みついてないですね。いや雨の日洗車最強ですね。全然シミになってない。めっちゃ綺麗。フロントガラスも全然シミになってないです。この塗装面もシミは見当たらないです。
めちゃめちゃ綺麗になりました。雨の日の中で洗車すると乾く心配がないので安心ですね。